あれがね、存在しない説が国会でも取り上げられたようですが、どう思いますか <laughs> えこれね、存在しないっていう説を唱えられている方も結構ね、えー、たまにいるんですが、僕は、えー、正直ですね、まあ、あの、僕は研究者じゃないのでね、直接何かを見たとかっていうことではないんですけれども、まあ、いろんな先生の話を聞いていると、えー、存在しない説っていうのは僕はないと思ってます。 存在はすると思ってます。はい。存在すると思ってます。だから、あの、照明がね、取れないっていうのと、え存在しないっていうのとは、またちょっと別のことだと思うんですよね。どなたかがね、お話しされていて、えなるほどなと思ったんですが、例えば、幽霊の存在証明は、と、取れない。ですよね。だけど、イコール幽霊がいないというのとは、イコールではないというかですね。まあ、いろいろね、もう、あの、うん、どこまで話していいのかな。 まあ、あの、研究者の人ではそれをもう研究して配列とかも出ていますのでえ、存在しないってことはないんじゃないかなというふうに僕は思っています。で、宮沢先生もその辺はね、話されていましたね。まあ、存在しないんだったら僕がこう研究して見てるものは何だ何な,の何なんだ、なんなの、なんなんだ、みたいなね、ことをおっしゃってましたので、まあ、僕は存在はすると思っています。ちょっとまたこの辺はですね、改めてもし、え、機会があれば、 ちょっと別のチャンネルで <laughs> お話ししたいなと思います。ちょっとご察しいただければなと思います。はい。でも今国会で取り上げられてるんですかね。国会でどなたが取り上げられてるんだろう。まあでもちょっとその話もなんかちょっとね、聞いてみたいなというふうに思います。はい。ありがとうございます。